ジャニニーこと、ジョルジ・ジャニニー・タバレス・セメドは、カーボベルで、サンタクルス出身の同国代表サッカー選手。ポジションは FW。ジャニニーは、18歳の時に、新エネルギーを勉強するために、ポルトガルへ渡り、アングラド・エロイズも地域リーグに属するアゾレス諸島の GD ・ベレンセでキャリアを始めた。ベレンセで2シーズン50得点を記録した後、 2011年7月18日に20歳で一部の UD レイリアと3年契約を結んだ。8月21日、1から2で敗れたアウェーの FC パソス・デフェレーラ戦でデビューを果たし、10月30日のビトリアセ・セトゥーバル戦でプロ初得点を挙げ、ホームで2から0と勝利した。次のスポルティング・クルーベでポルトガル戦でも得点を、決めるも1から3で敗れた。 2012年1月に SL ベンフィカと契約し、2012から13、シーズンは2部を戦う B チームに登録されたが、8月31日に1年間の期限で一部の SC、オリャ年制貸し出された。2011年にカーボーベルデ代表に初招集され、2012年6月2日に1から2と敗れたシエラレオネ戦でデビュー。 6月16日のアフリカネーションズカップ2013予選マダガスカル戦で初得点を挙げ3から1で勝利した最終予選のカメルーンとの第一戦でも得点を挙げるなど代表史上初のアフリカネーションズカップ出場に貢献しアフリカネーションズカップ2013のメンバーにも選ばれたジェニーニーオスジャイローズでビーチクレターーラパスクドミアのおくる U ライリアーニャ・カントラタスオデジェニーニー、リーガ・ラウンド、アップ、スポーティング、クローズ・ギャップ・アーカイブド2013年7月31日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、アギス・カンファーマム・ジェニーニー、ブラッケリー、フェルナンデス・イー、ジェニーニー・でウマベス、キャン2013、ジェニー・ニーマーカ、イーカー・ボベルでアバンザ・ナ・フォセ・デ・クワリフィア・ケースを、ネーションズ・カップ2013、ケープ・ベルデ・ネーム・スクワット、 ありがとうございます。